This radio show curates Japanese anime culture and economy. Toro, Animation Soken. ラジオをお聞きの全国のアニメファンの皆さん、こんばんは。静岡市駿河区トロにあるトロアニメーション総研、今夜の当直研究員青木龍太です。同じく当直研究員の渋谷香音です。そして首席研究員はこの方です。こんばんは、恥ずかしながら戻ってまいりました、首席研究員でアニメ評論家の藤津亮太です。3週間ぶりのスタジオ直しておめでとうございます。ちょっと、はいはい、電子の妖精になってしまったかと思いましたよ。もうコンピューターの中にしか意思のない人みたいな。で、東京国際映画祭のお仕事のため、はい、2週間ほどね、ここいなかったです。ここ数週間いなかったですけれども、はい、いかがでしたか。今回から外国作品を取り上げるようになって、それの効果はあったかなと思いましたね。はい、結構にぎわってました。コロナのね、あれの情勢の変化もあって、今年は映画祭全体で結構、人が増えたんですね。上映本数も増えたし、あと海外から来るゲストの数も増えたので、そういう意味ではかつての規模を取り戻したという感じになってきてたんですよね。本当にお疲れ様でした、お疲れ様でした。さて、トロアニメーション総研、毎週アニメについていろいろな角度から分析したトロアニレポート作成のため、今夜も一般研究員であるリスナーの皆さんからの情報を集めています。今夜のテーマ発表しましょう。こちらです。2023年秋アニメです。今期の秋アニメ、静岡が舞台のものもいくつかありますが、今のところ皆さんのお気に入りは何でしょうか。注目作品、ここがいいなどなど、今年の秋アニメにまつわる考察感想をお願いします。レポートは X メールでお願いします。番組 X はハッシュタグカタカナでトロアニでつぶやいてください。メールはトロアニアットマーク digisbs.com、 TORONI アットマーク digisbs.com でお待ちしています。ラジオネームジャランキューさん、岩田市から。2023秋アニメ、星屑テレパスをおすすめします。王道を行くキララ系アニメです。登場人物がみんな可愛いのです。宇宙オタクで陰キャぼっちの海香ちゃんのもとに、自称宇宙人のゆうちゃん、副学級委員の春野ちゃんが集まり、宇宙を目指してロケット作りに励みながら友情を深めていく、キャッキャウフなお話です。静岡市を舞台にしているので、ペットボトルロケットを打ち上げる海岸には富士山が描かれていて、4話にはドリプラと思わしき施設も登場しているのは嬉しいポイントです。3話からは勝ち気でツンデレツッコミ属性持ちのマタタキちゃんが登場して、本作がますます面白くなりそうな予感がしています、ということでね、まさかキララ系で静岡来るんだっていう、うん、嬉しいですよね。知ってる風景がメインの舞台でね、しかもね、そうなんですよ。本当に4話のドリプラはどう見てもドリプラで、ね、隠しきれてないドリプラ感が隠しきれてないドリプラ感おでこパシーっていうね、はい、なんかデコとデコをくっつけてみたいな、はいはい、ちょっとねキララっぽい、そうキャッキャウフなところが、ね、注目の作品ですね。はい、続きましてラジオネーム銀さん。やあリュータ遅かったね。え、どうせ呪術廻戦の話をするんだろだって、五条さん今のきっしょ、なんでわかるんだよ。はい、というわけで秋アニメも引き続き呪術廻戦渋谷事変編を推していきます。一話逃すとどんどん舞台が変わっていくので、追いついていくのに必死で、これが無料空所かと上後もびっくりな展開に毎週ハラハラしています。この上後ですが、先の戦いで五条悟にコテンパンにされましたが、渋谷においては一級術師が二人いても勝てないくらいの強さであることが判明して、これまた驚きでした。呪い、妖怪、日本式のハロウィン、秋という季節はジャパニーズホラーにうってつけな空気感が漂っている気がします。というわけでこの方はあれですよね、すごい呪術廻戦を推している冒頭のあれは五条なんですか、ね、あ、これはゲットをすぐる陰賢弱ですね。陰賢弱ですか、そっちですか。陰賢弱だと思います。この間渋谷でバトルやってたじゃないですか、はいはい、渋谷の駅で、あれ我が家渋谷乗り換え駅なんで、一番近くでよく使う乗り換え駅なので、息子が出てるって言ってそこだけ今のテレビで再生してくれました。あ、すごいそしたらもうみんなで、あそこのトイレってなって、わかるんですか、そう忠実に描かれてるんだ。なりましたね、あと名前忘れちゃった、あれだよね、火を吹くやつだよね、ジョーゴです、ジョーゴ、あのキャラさ、はい、本当に
見た目あんま可愛くはないんだけどさ、でも愛されてるよね、うん、そうですよ、もうあのかわいそうなキャラクター、うん、めっちゃ強いのに、ね、強かったんだ、当たっちゃうから弱く見えるっていう。そっか、そうなんです、報われない、あいつ強かったんだ、はい。今日も皆さんからたくさんレポート届いていますので、後ほどもゆっくり紹介していきます、はい。さて今夜のゲスト研究員なんですが、SBS テレビのアニメ編成を担当している、うん、静岡放送編成業務局の高橋大輔さんが7時半頃から登場です。身内今日なので、うん、全員このスタジオにいる状態でお送りすることができるという久々です、ね、ちなみに僕大学の授業でアニメビジネスというかアニメ産業の話してるときにテレビの話をするわけですよ、はいはいはい、編成局がいかに偉いかという話をしてますからね。おちょっとなかなか編成って何かわからない方も多いと思いますので、今日あの、うん、このラジオをね普段お聞きくださってる皆さんですけど、うん、テレビの内側ってどんなのかなっていうのをね多分話してくれると思いますので、僕がずっとあの編成の T さんって言ってた人です。はい、高橋さんでした。皆さんお楽しみに、はい、はい。そして今夜もトロアニ首席研究員藤津さんのアニメコラムコーナー、藤津亮太のアニメラボもあります。今日はこの後のトロアニニュースの後からの放送になります。今日どんな報告でしょうか。はい、まあなのでですね、新アニメの歴史を流れを読んで、まあ歴史というにはあれなんですけれど、ポイントをかいつまんで解説していこうかなと思っております。はい、お願いします。藤津さんのアニメラボも楽しみに。それではトロアニメ初総研スタートです。定番のおすすめからマニアックなトリビアまで、藤津亮太のアニメラボ。 SBS ラジオトロアニメーション総研、この時間は首席研究員の藤津亮太さんに歴史的に重要なアニメをアトランダムに紹介したり、アニメにまつわる話題をコラム的に紹介したりしていただきます。それではよろしくお願いします。お願いします。はい、アニメ評論家の藤津亮太です。今日はですね、あの SBS の編成の高橋さんが出られるということで、はい、でまあ、深夜のアニメ枠が、ね、の話題が出るだろうということなので、うん、新アニメのまあ歴史、ただこれねちょっとかいつまんでですねいっぱいあるので、うん、お話をしようかなと思ってるんですが、もともと1963年に千人部落という作品があって、これがもう11時台で放送していた、うん、その当時の11時台なんてめっちゃ夜中なわけですけれど、はい、というのがあったり、80年代にやっぱり当時深夜のいろんなバラエティ番組があったんで、その中のもうバリエーションみたいな形で新アニメとかが作られることになったんですけど、今みたいな形、例えばそれはですね、いわゆる、DVD とかディスクを売るために映像作品の、宣伝として新アニメを使うみたいな流れになったのは90年代後半なんですね、うん。1996年にテレビ東京でエルフを狩る者という作品が、これが深夜に放送されて、これが一応現在につながる新アニメの、まあ、ごく初期の例という感じですね。96年なんですか。はいはい、厳密には、ね、その前にビデオだけでリリースされていた、銀河英雄伝説、今のリメイクしてるシリーズじゃなくて前のシリーズですね、銀河英伝の前のシリーズが、テレビ東京のやはり深夜で放送されたりして、うん、ちょっとずつね深夜枠、それまであった単に深夜のバラエティ、深夜のバラエティなんで、例えば麻雀が題材の漫画をアニメ化するとき深夜とか、うんうん、あとなんていうんでしょう、ちょっとエッチなというかグラビアアイドル風のアニメを、深夜にやるみたいなのがあったんですけれど、うん、あのそうじゃない形で言うとそういうのがある。あと今割とつえちゃったんですけど、90年代初頭にあれなんですよね、テレビ静岡だとむにゃむにゃアニメランド、あるいは、MBS 系だと、はい、ヒーローは眠らないっていう、これね過去作70年代とか80年代の、はい、懐かしアニメをかける枠っていうのがあったりしたんですよ。深夜にあったんですよ。そういうのもあった、まあ、だから徐々に深夜枠っていうのは開発されてきたんですけど、90年代後半になって新作をボンとかけるようになった。で、大きく流れを決めたのは先ほど言った96年のエルフを狩る者たちの後の、97年にあのエヴァンゲリオンですね、新世紀エヴァンゲリオンが、まあ、テレビ東京の作品ですけど、劇場版をやります、はい、でそのために盛り上げに何話かまとめて深夜2時とかにかけたんですよ。へで何もかかわらず、うん、視聴率が 2% とかなんか取って、すごいですね、普通はまあ、ね、あのすごく低いわけですけど、みんな寝てますからね。そうそうそう、けどでこれ要はてっぺん回ってからでもアニメをやればいけるんじゃないのっていうのになって、うん、こっから現在に至る深夜アニメの爆発が始まるんですよ。あ、じゃあエヴァンゲリオンが火付け役なんですね。そうなんです、テレビ東京の方が当時インタビュー受けて、先行してねそのエルフを狩るものはあったんですけれど、うん、エヴァのやっぱ成功がうちは新アニメ力を入れようっていう感じで、なったと。
で、まあ、実際まあ多少増減しながら、新アニメというのは当たり前になっていって、2015年にはですね、深夜アニメが分数ベースでですね、それ以外の時間帯にやってるものを勝ったんですね、つまり今半分以上が新アニメと言っていいんですね、時間ベースで言うと、なのでもうそれが当たり前、それを前提にアニメビジネスが動いてるっていう世界に、まあ、これ2015年ぐらいからなったということなんですけど、これによってね何が起こったかというとですね、まあ元々がテレビ東京東京ローカル局ですよね、が深夜アニメ、つまり他は強いので自分たちに独自の武器としてアニメを使ったわけですよね。ほうほうほう。でこれ結果地方で見られない、見にくいっていうことが起きたわけですよまあまあそのそうそうテレ東系列さんって全国にはないですから ないからね。そうなんですよ。で、なんで当時その頃90年代後半はやっぱ地方の格差を埋めるには、まあ、BS で何か、例えば BS11 なんかと組み合わせることで一応全国に見える体制を作る、配信が徐々に今みたいにサブスクの配信が来る前だと一部の配信チャンネルですね、バンダイチャンネルとか D アニメストアみたいなところに入ることで地方の方も見えますよっていう体制をまあ組んでいくっていうことになるんですよね。なので、ここからだから新アニメが90年代後半に始まってから2000年代10年までの15年ぐらいってある意味地方格差の時代だったんですよ。そこは結構やっぱり悩ましくて、であらゆるものは東京基準で情報が出るんで、やっぱ地方のアニメファンはもどかしい感じをするという、まあ、時代でもあったんですよね。で、まあ、そんな中で一つトピックであのと言えるのは2010年に放送された軽音の第2期ですね。軽音の第2期、そうなんです。第2期ですか。第2期なんです。第1期は多分ちょっと曲数忘れたけど10曲か5曲ぐらいなんですよ、はい、TBS 系で、軽音は TBS 系の深夜枠だったんですけど、10曲か5曲だったんですけど、軽音が大当たりして、TBS が全曲でやるように、これでどういうからくりで、テレビの枠ってキー局を持ってる枠って全国枠と地方枠、ローカル枠があるんですよ。そうなんですよね。でローカル枠でやってるやつはそのまんま全国の系列で見れるわけじゃないんですよ。それはローカル枠でやってるやつは地方もうちでやりたいですって手を挙げると、例えば全国的に6時15分から19時の間っていうのは県内のニュースを皆さん流したり県内のバラエティを流したりする、はい、これはローカル枠として我々の自由に、まあ、使ってもいい枠にもなってるから、そう、なるほど、みんなそういう感じで流したかったら、まあ、手を挙げるみたいな感じなんですけど、まあ、いろんな多分努力をして、軽音の時にはあれ、ね、TBS 系の全27曲とか28曲で、まあ、見れるようにして、これが、まあ、映画のヒットにつながっていくんですけれど、だから結構新アニメって、まあ、もちろん新アニメとして増えていくんですけど、地方でどう編成してどうやったらみんなに、でテレビは流す時に基本的にお金がかかるわけですよ。お金を出して、かけてもらう、よく分かりやすく言うと制作委員会がその枠を買って、その子にアニメを流すっていうやり方をやってるので、はい、かける曲が増えると費用がかかる、増えるわけですよ。で、2000年代前半はそこそこの対策だと10曲ぐらいの新アニメ、全国10曲ぐらいに見たんですけど、やっぱりね徐々に減っていくんですよ。あ、やっぱりお金がちょっと、最近だと3曲ぐらいがまあ、多かったりとか規模によりますけどね、僕2012、2013年ぐらいに聞いた話だと、当時ですけど東名阪で3曲押さえると世帯カバー率 50% ぐらいだって聞いたんですよ。そうなんですか。そう、世帯カバー率は 50% で、そっから、九州と北海道を入れると 60% ぐらい。でこっからあとは1曲増やすごとに 2% ずつぐらいだ。だから そこから 2% のためにどれぐらいお金をかけられるかというのが新アニメの、まあ、勝負どころだったりするわけですよね。まあ、以前はその静岡がアニメ不毛の地なんてね、はいはい、まあ、今の SBS めっちゃ頑張ってますけど、はい、めっちゃ頑張ってますけど、はい、そういうこと言われてた時代っていうのはやっぱりそういう風が背景なんですね。でところがこれぐるっと回って、そういう時代があったんですけど、まあ、この状況そのものが大きく変わらないんですけど、ただ今はテレビ局がまたアニメに熱心になってきて、なぜかというと、放送外収入っていうのを得ようっていう流れになってきて、放送外収入、はい、編成の T さん爆笑してますよあっちで
あの簡単に言うとテレビって、スポンサーがお金をくれてそれでもって利益を出してるんですよね、あのつまりスポンサーが出すお金は、そこでコマーシャルを出すためにあの払うお金と番組の制作費を出してくれるんで、このコマーシャルを流すためのお金っていうのを、テレビ局が利益として、まあ、得てるわけです。基本はね、これが放送収入って言われるやつなんですけど、そうじゃなくて新アニメで視聴率も取れないんだけど、視聴率的には弱いんだけど、あの映像に対する権利にコミットすることでその作品が大きく育った時にちゃんと利益をもらえるようにしていきましょうっていうのが今ここ何年か、まあ分かりやすく言うと鬼滅の刃が当たったことでいろんな流れが、空気が変わって、グッズとかそうですよ、ね、コンビニとのコラボとかだからそれはだからあの日テレがフリーレンを金曜ロードショー枠で押したりするわけですよね、そういう形になってきて、なので新アニメが なぜか言ったら、これこの間あの言いましたけど、83年に映像作品を、売って、なんていうんでしょう、お金を儲けるっていう OVA ビデオね、ビデオソフトを売るっていうビジネスが、アニメは実写ドラマなんとかなんかよりもずっと早く成立してたんですよね、だからイメージで言うとね、映画会社に近いんですよ。映画会社が映画を作ってテレビ局に売るじゃないですか、ああいう形にで、こうテレビ局との関係が成立していたので、じゃあ映像作るときにテレビ局もお金を出しますよっていう感じで、なってる、アニメにコミットする。ちなみにそういう時には、大きい局だと普通はね、あのプライムタイムって言われてる、7時から10時までの枠はあれなんですよ、編成局マターだったりするんですよ。こういうものをここでやろうと、男性を組む、その全国的にこの番組を数字を取れるこの面白い番組を流しましょうみたいな、打線を組むときにクリーンアップここですっていう、そう4番級の当たりやすい、はい、いろんな方が見てくださる時間帯だけど、あれなんですよ、アニメ新アニメは編成局あんまり触ってなくて、映像事業部とかそういう名前の、なんでしょう、テレビ局の中でも他 のビジネスにお金を出す、部署があるんですよね、そういうところが担当してることが多くて、なんで、まあ、そういう形で、そうするとそこが儲け頭になっちゃう、ぐるっと回って、そう、そんな大事な時間帯にトロワニを放送してる SBS でございます、いやいや、だからここ期待されてるわけですよ、期待されてるわけですよ、放送外収入でいきたいところですけどね、僕らもね、はいはい、この番組もですけどね、この番組もね、そうそう、というような大きな流れがあるので、僕本当に今期 SBS で、あの、あれだけアニメやってるのを見るって、僕がすごいですよ、かつて静岡で勤めてた頃とか、全然そんなことなかったし、さらに言うなら、もう親の TBS がもともとアニメに薄かったんですよ、歴史的に、そういうのもあるから、すごくあのいい時代だなと思って、まあそこに結びつくような感じで、今日、まあ、新アニメのですね、主にビジネス面の作品についての細かいあれはあれ、またね別の機会があったらまたそこでこすろうと思います。はい、はい、今日は SBS ドヤ顔でトラに自分たちの話していきますので申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。This radio show curates Japanese anime culture and economy. Toro, Animation Soken. さてここではゲスト研究員をお招きしております。今夜ゲスト研究員として登場するのは、 SBS テレビのアニメ編成を担当しています静岡放送編成業務局の高橋大輔さんです。高橋さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あの SBS テレビ編成部の高橋大輔と申します。今日はよろしくお願いします。お願いします。ラジオ初めてですか？初めてですね。結構緊張してますよ。はい、高橋さんって今SBS で今誰と同期くらいですか？もういないんですけども、内山エリカアナウンサーと同期でしたね。なるほど、お知り合いですか？あの僕らの大先輩にあいまいもこっていうね番組でラジオでは担当されておりますけれども、はいはい、まあ高橋さんは皆さんの前にあのラジオなのであんまり説明できないですがイケメンです。そうですね。はい、イケメンです。はい、あ、めっちゃ答えにくそうにしてる。答えづらいですが、今日はアニメの話をたくさんしていただこうと思っております、はい、手前味噌にはなるんですけれども、ここ最近 SBS テレビのアニメ編成、地方局としてはかなり力入ってるんじゃないですか？そうですね、はい、今先ほど藤井さんからもお話あったように、まあ、そんな理由もあるんですけど、あととあるとこだとこうアニメと SNS が結構親和性があるみたいな話を聞いたことがあって、でこんだけ今デジタルとかが流行ってたりするんで、なんかこうアニメ増やしたら新しい何かつながりできるかななんて思って、一応今年の4月から新アニメを増やしている次第です。
でこの4月からそのアニメロックと、もともとね放送したものがスーパーアニメロックとなっておりまして、うん、1,2,3,4,5,6,7,8 本ぐらいですか今 SBS テレビで流しているのは。深夜は、はい、ローカルと、まあ、ネットも含めると8作品流させてもらってますね。どんな作品を流しているかご紹介していただけますか。はい、一応この秋からはですね、月曜日はフォーミュラ4を舞台にしているオーバーテイクで、火曜日はヒプノシスマイクの日記で、水曜日はイニシャル D の後継作と言われている MF ゴーストと、うん、まあ、その次にカモノハシロンの禁断戦記、流してまして、木曜日はあと東京リベンジャーズ、流してまして、で土曜日は星屑テレパスで、これがまあ大体ローカルなんですけど、はい、まあ、あとネットで言えば呪術廻戦 と、金曜日のアンデッドアンラック含めればまあ8作品って形にはなります。ちょっとネットで言えばが多分みんなわからないじゃないですか。まあさっきねちらっと言った全国で流してる枠っていうのがアンデッドアンラックということですね。はいはい、この全体のこうラインナップを見てみてどういう意図で並べてみたんですか。いや、なかなかちょっとコントロール難しかったんですけど、まあ、できる限りこう静岡県舞台のものだったりとか、うんうん、まあ、結果的になんですけどちょっとまあモータースポーツもの、うん、でちょっと締めくくろうかなということで今こんな形にはなってる。特に注目されている作品ありますか。一応まあ個人的にはですけど、MF ゴーストと、オーバーテイクは、私も注目しているところです。どんなところが、そうですね、特に MF ゴーストなんてのはイニシャル D の後継作で、まあ、私もイニシャル D 好きだったんですけども、うん、まあ、それで自作ができるってことだったんで流してみたいなってことで、はい、ここまで来れてる状況ですね。高橋さん実生活でもイニシャル D に影響されてるんですよね。そうですね、まあ、本当にイニシャル D 好きでして、車好きでして、この MF ゴースト、漫画が始まった時に第1回読んでこれだと思いまして、これだ、トヨタ86を買っちゃいました。MF ゴーストでトヨタ86買っちゃったんですか。そうなんですよね、はい、高橋さん結婚されてますけれども。そうですね、はい、怒られませんでした。まあいろいろありましたね。まあ、ある意味究極の、ね、グッズ的なものですからね。そうですよね、うん、だってお揃いお揃い、 お揃いすごいな。いやでもそれが静岡でこう放送されてるって第1話をこうリアルタイムで見た時に、うん、なんかすごく感無量だなと個人的には思いながら見てました。それからまあ静岡市小山町もしくは御殿場市あたりをね舞台にしますオーバーテイク、こちらも面白いですよね。そうですよね、本当にこう多分スピードウェイ、富士スピードウェイに出てくる、まあわかんないですけど広告の辺とかも多分リアルに多分描かれてて、本当にこう自分が走ってるかのように描かれてるので、第1話からすごく疑問に書いたなと思ってます。オーバーテイクもね今日たくさんメールをいただいているので後ほどちょっと紹介していくんですけど、なんとですねオーバーテイクの監督青木 A 監督がですね、はい、来週トロワに出てくださることになりました。すごい、無事決まってよかったですよ ね、これは藤津さんのご尽力のおかげで、すごいですね。なんですけど本当に僕も別のラジオ番組でオーバーテイクを押すくらいですね今期はちょっとハマっておりまして、非常にね注目というところなんですけれども、編成編成って我々さっきからね言ってますけれども、改めてなんですか、編成って何の仕事をされるで言ったらですね、僕一応編成業務局アナウンス部所属なのでちょっと怒られないかなとか思ってるんですけど、改めて編成って何する仕事ですか。いや、とっても、まあ、僕もちょっと説明下手なんで難しいんですけど、まあ、テレビの、ね、番組をこうどう並べてってどういう風にこう皆さんに見てもらうかみたいなことを、まあ、日々考えながら、まあ、もちろんアニメだったりとかバラエティドラマみたいなところも考えてやらせてもらってる部署にはなりますね。その考えてなんていうかたくさん放送する時間があるわけですよね。こうはめていく感じなんで、パズルみたいな感じなんですか。まあそうですね、簡単に言えばパズルですけど、ね、こう何でもどこでもいいっていうわけじゃない、まあ、時間帯とか、うんうん、ね、見ている人もこう想像しながらこんな作品どうかな見てもらいたいななんて思いながらやらせてもらってます、ね、なんか打線を組むみたいな感じがあるよなと思ってるんですよね。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、結構アニメの春夏秋冬ってマイクールマイクールあるじゃないですか。大変じゃないですか。いや正直大変ですね。いや本当に10月はうまくこう、まあ、はまったという言い方はあれですけども、うん、こういろいろな作品が揃ったなと思うんですけど、うん、なかなかマイクールマイクールっていうのは難しいので、いろいろ宿泊している毎日ですね、うん、高橋さんってもともとはアニメめちゃくちゃ好きってわけではない。そうですね、そんなに、まあ、まだこう10年ぐらいしか経ってないかなってぐらいなので、まあ、でも10年アニメ好きだったら十分か、うん、でもやっぱ王道ですよ、ドラゴンボールが好きとか、うん、ね、はい、本当に昔静岡って夕方でドラゴンボールとか鬼滅大百科とかやってて、うんうんうん、本当にそういうのを、まあ、見てたっていうレベルなので、
ので、影響を受けた作品ってありますか？うん、でもそういう意味ではきっかけにアニメ そのきっかけになったのは、うん、あの下着とサイコパスかなと思ってて、まあ、王道ちょっとあの、うん、ドラゴンボールを王道と言った人の王道ではない気がするんですけどきっかけになったのはまあそこかなと思ってますね、うん、なんでですか？いやだからなんて言うでしょう、まあ、もちろん下着はこうタイムリープものだったりして、うん、まあ、何回も何回も見ちゃいましたし、うん、サイコパスなんか本当にストーリー重厚ですし、はい、うん、なんてこう違う目線で見てたらたまたま声優さんが一緒だったりしてて、うんうん、あ、なんでこんなに作品のテイスト違うのにここ一緒なんだろうとか、うん、でこの制作会社さんとかにこだわると、うん、あ、ここの会社さんとここ一緒だってなってどんどんハマっちゃってって、うん、まあ、だんだんきっかけっていうと、まあ、そこの2つからかななんて思ってるんですけど、うんうん、それからちょっと今日はね、あの経済を久々にキュレーションしているこのトロワニですけども、あのね、あの冒頭のナレーションで言ってるけどほぼ経済触れない番組じゃないですよでも今日はねちょっと放送外収入とかそのあたりもね、やっぱり多少は、まあ、そういう部分も考えて編成するんですかね。そうですね、まあ、藤井さんおっしゃったようにそういったところも考えつつやってますね、うん、まあ、そこはねビジネスですから、ね、まあ、そうですね、やっぱそこも考えてっていうのが大事だとは思うんですよね、うんうん、藤井さんから見て今の SBS のアニメ編成どうですか？評論家の方から見て。僕ね、実はね南市町地域に育ってたんですよ。藤枝のとある地域の南市町地域で入ったのが SBS だけなんですよ。で全然アニメをやらない曲だったんです当時、僕子供の頃、うん、なのであの天国かよっていう感じですよね、これ見るとね本当に、あのネットで強い作品がね並んでるのもいいし、うん、あのチョイスもいい感じなんですよね。いろんなパターンがあって、甘いの辛いのある感じ そうですね、いろんな種類はなるべく揃えようかなと思って、うん、やっぱり甘いの辛いのみたいなそのあの、まあ、いわゆる男性受け女性受けみたいなことも考える、うんうん、そうですね、できる限り意識できたらなと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとね全てコントロールが難しい時もあるんですけど、でそういう部分を狙ってやっぱり多分カモの橋ロンの禁断推理を水曜日に編成してえなので私の方、いやいやいや、渋谷カノンといえばジョジョかカモノハシロンじゃないか今は。いや1話のカモノハシロン のユニゾンスケアのね、そのいけないフルロジックのかかるタイミングが最高すぎて、ちょっとめっちゃね2話からも見ようと思いましたカモノハシロンの感想になっちゃうからちょっとやめてくださいよ。そうでもどうですかこういう20代の、いやいや、でもそういう風に見てもらえたらなと思ってて、まあ、いろんな視点でもちろんね曲もそうですし、思惑通りってことですか。あ、はい、ちょっと個人的に聞いてみたいことがあるんですけど、はい、あの今どうやってもネットフリックさんとかアマゾンプライムビデオさんとか、うん、まあ、いわゆるサブスク配信でアニメを見る方ってのは増えてるじゃないですか、うん、その上で地上波でアニメを編成する意義ってどういうところにあると思いますか、うん、まあ、ちょっとこれも個人的になっちゃいますけど、多分藤井さんがお話しあったように、多分いや、そう今多分青木くんが言ってるようにね、これだけウェブなんですか、うんうん、ネットフリックとか流行ってますけど、うん、地上波でやって多分こう制作者の方がやっぱりそういった地上波でやってることに意義を持つみたいなことも聞いたことがあって、あ、もしかしたらこれやり続けていったらまた別の作品なんか対策とかにもつながっていくかな、うん、まあ、強いてはこう静岡の何こうアニメ全体にもつながるかななんて思いながら、まあ、ちょっと妄想も含みますけど、そんな形で今やらせてもらってる感じです。まあ、こうやってね、はい、ちょっと今の補足すると、いや実際ねあれなんですよね、配信のオリジナルでその配信サービスでしか見れないアニメって出来が良くて見た人は満足するんだけど外に届きにくいって話は実際よく聞く話 でそういう意味ではテレビってあのただで見れるっていうことも含めてこうラスト1マイルの届ける力がすごい強いんですよね。最後の距離をお客さんとの距離を詰めるのがすごい強いので、うん、でさっき言ったように、ね、地方はなかなかそういうのが弱かったのがいろいろ整ってくるとこれ底上げ的には、ね、すごい大事なお話だなと思ったんですよ ね、なんかそういう風な存在になれたらなと思いながら、ね、うん、やってます、ね、うんうん、ところであの静岡はアニメ不毛の地なんて昔は言われてたと僕は聞いてるんですけれども、はい、高橋さんはどうですかこの辺り。いや私もそう聞いてますし、うん、でも今日ね、今これを見たらどうでしょう、はいはい、皆さんと思いますし、うん、ちょっと今後にも期待していただきたいですし、うん、なんかね、そうすると噂によれば他の静岡の局さんもこれに触発されて、うん、ちょっとアニメを力入れていこうかみたいな話も噂を聞きまして、あれライバル増えるじゃないですか、ね、でもまあそれはそれでいいかなと思ったりしますし、うん、ね、静岡にアニメこんだけやってるんだよ、不毛の地って今言葉ありましたけど、うん、まあ、そうじゃないんだよみたいなこともね、繋がればいいかなと思ってますけど、で改めて全国のアニメファンの方がトロワに聞いておりますけれども、そんな皆さんにメッセージいただいていいですか。いやすみません今かぶっちゃいますけど、なんで、まあ、静岡ね今そんな状況になってるんで、不毛の地とは言えず、うん、まあ、言わずちょっと今後の静岡県にも
ちょっと注目してもらえたら皆さん嬉しいなと思ってますんで、よろしくお願いします。もうね、高橋さんがいました。そう、静岡はアニメ不毛の地とはもう言わせない言わせない頑張ってます我々 SBS というわけで、今夜のゲスト研究員 SBS テレビのアニメ編成担当の編成業務局高橋大輔さんでした高橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 This radio show curates Japanese anime culture and economy. トロアニメーション総研。今日のテーマ2023秋アニメです。ラジオネーム釧路の出現さん。皆さんは最近泣いてますか？自分がどんな場面で泣きやすいか認識していますか？私は会えないと思っていた人に会えた時が泣きやすいんだと最近知りました。そしてそれを教えてくれたアニメ、トロアニ競馬部員が総力を挙げてお伝えしたいアニメ、それがウマ娘プリティダービーシーズン3です。最初に言いますが、私は1話始まって1分で泣きました。史実の競馬と馬娘のストーリーを交えてお伝えすると、今作は史実で2010年代後半に活躍したキタサンブラックを馬娘の主人公に据えた物語です。この時代の競走馬、複数人で出資をしたクラブ所有の馬が大活躍していた時代で、権利の問題上登場が難しいとされていた競走馬があまりにも多く、ストーリーの都合上登場しないと話が進まないライバルもいたため放送前は内心盛り上がりに不安を感じていました。しかしその不安を吹き飛ばすかのごとく、1話開始後すぐに当時最強を誇った馬娘がサプライズで登場、ドゥラメンテかな、うん、レースでその馬娘の名前が呼ばれ、有名なフレーズ、これほどまでにその強いのかが実況の口から登場した時に、私は朝会社に出勤する前から大泣きし、その日は10回以上そのシーンを流しました。その後も発表されていなかった馬娘が次々と発表されており、某三冠馬娘の名前が登場したりと、5話しか終えていないにもかかわらず毎週のサプライズにドキドキしています。相変わらずのレースシーンの迫力もあり、泣けるスポコンアニメの座を確立しつつあるのかと思います。岩戸の山城提督さんからも、力の入ったものをいただいております。3話にはゴールドシップの救務員今波さんらしきおじいちゃんが映されたり、4話には農作業をする東海帝王役の町子さんらしき人がいたり、最新5話では立山アナにも出たりするなど、とにかく人や物にたくさんのネタが入っているので、2週以上楽しめるのが素晴らしいポイントです。最後に私が馬娘3期をまとめると、キタちゃんとネイチャーを組ませた人は神じゃないか馬娘万歳万歳それからビノクロさんも、ダイヤモンドは砕けませんという里のダイヤモンドのセリフを聞いて一気にファンになってしまいましたというようなものもたくさんいただいております。まあ、3期も始まったらみんなを熱くさせてますよね、ウマ娘、うん、びっくりしたんですけど、天皇賞春っていう、うん、はいはい、結構史実では激アツレースがあるんですよ、はいはい、めっちゃあっさり描いてるんですね逆にってもうなんか 2,3 分とかでエンディングのみ、エンディングだけでもやっぱり多分この、まあ、ウマ娘のこのシーズン3は、うん、里のダイヤモンドっていう馬と北サンブラックの、うん、まあ、ストーリーなので、多分その2人の対決とか、うん、歴史を描いていく上では多分そんなに確かに重要じゃないかもしれない、うん、北サンブラックにとっては本当にすごい一生なんですけど、うんうん、まあ、このね過程もすごくいいので、はい、まあ、あれ先ほどもありましたけど、あとデュラメンテがね名前が出ないんじゃないかとね、うん、そうなんですよね、ファンの間で気を揉まれてた案件でしたけどね、まさかの どんな形で説得が成立したのかね、うん、まあ、本当にね、本当に、まあ、馬娘がねおそらく史実の競馬をねかなり盛り上げてる部分もあると思いますから、このまま頑張ってほしいですね、うん、はい。続きましてラジオネームクワトロさん、注目している2023年秋アニメは MF ゴーストです。イニシャル D の後の世界を描いた自動車アニメ、ガソリンエンジン自動車の製造が中止された世界で、ガソリンエンジン搭載のスポーツカーで公道を走らせレースするというストーリー。主人公はカーレース MF グランプリに出場するために日本に来た片桐かなた19歳、うん、イニシャル D の主人公藤原匠から伝授されたドライビングテクニックを駆使して、スペック的にライバルより不利なトヨタ 86GT で勝負するカナタがどこまで速くなるか楽しみなアニメです。というわけで、足長おじさん、ラジオネーム足長おじさんからも、もしも70年代に MF ゴーストが放送されていたらアニメ史に残る名作になっていたかも。ラジオネームブニャーンさんは、今作を見て感じたのは技術の進歩ってすごいなってことです。初期のイニシャル D は車の動きに違和感しかなかったです。もちろんそれでもすげーすげー言って見てました。それが今作ではよりリアルで滑らかになっていますとのことですね。うん、うん、MF ゴーストの、車の描き方っていうのはやっぱりイニシャル D を感じさせるというか、まあ
ただ方法としては、リメイクされたイニシャル D の劇場版の方に近いんですよね、うん、原作に近いタッチで走ってる時にも細かい車線というか、はいはいはい、タッチの効果を入れたりしてるので、うんうん、劇場版のイニシャル D に近いアプローチ、手書きタッチのニュアンスがちょっと強いスタイルになってますね、うん、箱根走ってるんですよね、はいはい、そうです。なんか比較的静岡県民からしても、まあ、馴染みのある、ねまあ、近しい、ねはい、ところで、ね、走ってるんで ね、うん、ねモーターレースものが2本あるコンキーですから、もうね、一緒に盛り上がってほしいですね。タイプが違うのと両方とも畑中タスクさんがメカニックで出てるっていうね、そう、そういうところは面白いですけどね。なるほど。続きまして梅奴隷さん、今回同人誌を原案とした2023秋アニメを推薦します。16ビットセンセーションアナザーレイヤー、美少女ゲーム大好きイラストレーター秋里木の葉が2023年から1990年代へタイムリープしてゲーム制作に関わる物語。原作同人誌とは異なるアニメオリジナルストーリーで、1990年代の美少女ゲーム文化の黎明期から過渡期にかけてをフューチャーした物語を展開します。ヒロインはいわゆるアホの子です。美少女ゲームの情熱だけで物語をこじ開けていくめんどくさい娘ですが、当時の固定観念のない自由な雰囲気の中で冒険する独特な作品、放送途中なので詳細省きますがトリガーになりそうな名作ゲームが作中にわんさか出てきます。世間では美少女ゲームと言っていますが、本来あえて言うなら18禁のエロゲーです。今ではエロがない美少女ゲームが主流なんでしょうが、当時はどんなゲームでもエッチなシーンさえあればいい、家庭用ゲーム機ではありえない内容もエロがあれば何でも許される自由な土壌がありました。そしてしかし、16ビットセンセーションアナザーレイヤーは当時の美少女ゲームの誕生と成り立ちをうまくインスパイアした形で、ポンコツヒロインの、誘い文句、マモル君も一緒に美少女ゲーム作ろうの誘い文句、現代の閉鎖感とは対極のアホの子ならではの一言ですが、時代がどれだけ変わろうと情熱に対するマインドは今も同じかもしれませんということですね。黙々駅長さんからもいただいておりますし、アヒルパパさんもこれは9月に京都で開催された京マフで、ブースが展示されていたということなんですね。いやあれですよね、まあ、その世代の人にぶっ刺さる、ちょうどだから80年代生まれぐらいの人たちじゃないですかね、18禁ゲームやっていいのかどうかわからないような年齢の人たちが、でもそれでなんていうの、ある種カルチャーのフロンティアみたいになってたんですよ、そこが、テキストノベル系でいろいろテキストの実験や物語の実験が行われていたので、そこの影響を受けた人たちに多分めちゃくちゃぶっ刺さってるだろうなって感じですね。そう、確かに当時のねエロゲー文化ってね、話でしたけど、まあフェイトなんかはまさにね、そこから派生してね、ここまで来た作品ですから、まあ、そういう意味ではね、その歴史を振り返るかつ昔を振り返られる、アニメなのかもしれません。石野さんもすごく面白いっておっしゃってました。続きましてラジオネームシュラスコさん、今期気になっている作品の一つが鴨の橋論の禁断推理です。名探偵だけど犯人を最後追い詰めて殺してしまう名探偵の鴨の橋論と、犯人を取り逃してしまい捜査から外されてしまったダメダメ捜査員の一色とと丸のデコボココンビが未解決事件をどんどん解決していくというストーリーです。どこか絵のタッチに見覚えがあると思ったら、家庭教師ヒットマンリボーンの家庭教師ヒットマンね、方の作品なんですね。ストーリーが淡々と進んでいくさっぱり加減も、推理物なのに頭を使いすぎず気楽に見れるおすすめの作品です。というわけでこれも、見ましたよ急ににっこりじゃんこれ鴨の橋ロンっていうそのすごい天才っぽい探偵がこの、トト丸くんのことを急に何の脈絡もなくトトって言うんですよ。あ、言ってたね。それがめちゃくちゃっとなんか可愛くてグッときた。一気に、はい、イラストのね、男性のキャラデザも比較的こう、若い女性ファンを取り込みしそうなね、デザインでしたし、まんまと、はい、ハマってしまいました。1話目の、ね、結末なんかは意外と、なるほどねって思ってそういう推理物ねみたいなそうね、いやもう見応えあるんじゃないかなと思います。ラジオネーム月島クリスさん、秋アニメですが継続系は絆のアリルの2期、新作だとティアムーン帝国物語ですね。絆のアリルは1期で予選を突破したミラクたちがいよいよパストライブして動き出してきます。ミラクたちは VTuber としてどんな成長していくのかめちゃくちゃ楽しみです。ティアムーン帝国物語は主人公のミーヤ姫が断頭台でいきなり処刑されるんですが、
その後いきなりタイムリープして12歳の時に戻ってしまうところから物語スタート、うん、処刑を回避するために奮闘する作品、なかなか面白くてこの先の展開がどうなっていくのか非常に楽しみですと。あのキューさんのアイドルだからね、 VTuber ものなんですけど、主人公たちは基本手書きアニメなので、うん、あのの VTuber なんですよね。だからちょっと面白いというか題材にしたアニメっていう感じなんですよね、うん、この花咲夜は出てきますか。この花咲夜はいなかったような気がするんですけど、うん、まあだからあの絆愛に憧れてる人たちっていう設定なんですよ。なるほどね、まあ、レジェンドですよね。そうですね、そういう感じですね。ティアムーンも面白いですよ、うん、あの思い入りの割にはあのコメディタッチの要素。へえ、続きましてラジオネーム千秋さん、テーマの2023年秋アニメですが、私は水木しげる生誕100周年記念で放送されるネットフリックス限定の悪魔くんの新作が楽しみです。今月は同時に鬼太郎の父、目玉の親父が主役の映画ゲゲゲの謎も公開されるので、そちらも公開を楽しみにしています。というわけで、そうなんです、水木先生100周年に合わせて2つの企画が動いたという感じですね。いや楽しみ、はい、やっあと2週間1週間ぐらいで見に行きますよ、うん、私も楽しいですね、はい、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。今回の SBS ラジオトロアニメーション総研いかがだったでしょうか。トロアニは静岡県の SBS ラジオで毎週月曜夜7時から生放送でお送りしています。ぜひこちらもお聞きください。 SBS ラジオトロアニメーション総研、パーソナリティ青木龍太でした。